白ごと選挙のトークよろしくね。聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？聞こえてますか？聞こえてない人もうちょっと近く来ていいですよ。聞こえてない人もうちょっと、もうちょっと近く来ていいですよ。僕人前苦手なんでこのぐらいの声しか出ないんですよ。近すぎ。どうぞどうぞ。では発行と選挙というテーマで、トークを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。発行と選挙とは何ぞやというところですね。どうでしょう、どうしてそのテーマにしちゃうんですか。さあ20分でそのゴールにたどり着けるかこの2人が。はい、はい、じゃあ僕からりえちゃんを紹介すると、もう金が見えてんじゃないかこの人ぐらいの、すごい発行とか金がもう大好きで、あ、ヘッコロは乳酸菌がたくさんいるねとか平気で言っちゃうんですよね、この人ね。で、自宅で味噌作りのワークショップやったり、もう超楽しい発酵魔女って僕が勝手に名付けちゃいました。リエちゃんです、よろしく。発酵魔女のリエ子です、よろしくお願いします。去年ヘッコロでスタッフで働いていて、で、働いてる時に、さっき言ってくれたようにお店に菌がたくさんいるねっていうのを喋ったりとか、あとお醤油一緒に作ったりとかビール仕込んだりとか、なんかそういう菌と遊ぶっていうのをテーマに何回かワークショップとか開いたりとかしているうちに発酵魔女っていうニックネームがつきました。で、今日もそのテーマで喋らせていただいてよろしくお願いします。で、ちなみに僕はさっきドブロックサミットをやってたんですけども、もうドブロック大好きでぶっちゃけドブロックを作ってます。で、飲み始めてから超お腹の調子がいいんですね。みんなに見せたいぐらい毎朝のものが。見たい人います？見せちゃいますか。今日ちょっと持ってきたんですよ。ちょっと近く来てもらえませんか。この元気なやつ見てください。匂い嗅ぎたい人いますか。あ、どうぞ。あ、ひとみちゃんがニヤニヤしてる。ちょっと匂い嗅いでもらえますか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ちょっと匂い嗅いでみてください。ぜひ開けて、はい、どんなもんか。いいじゃないと一言。あ、はい、あります。あ、はい、素晴らしいお二人のコメントがいただきました。ごめんなさい、お食事の方、これお味噌です、はい、すいません。生姜っぽいっていうのはこの瓶が生姜入ってた瓶なので、はい、もう2人とも大正解です。ごめんなさい、トーム引で。すいませんね、変なつかみで。ただ本当に見せたいぐらいいい、ものが毎朝出るようになりました。で、僕はなんで、そういうことになるのかなって、漠然となんですけどね。生きた菌を取り込めば、そりゃお腹にいいだろうぐらいの感覚なんですけど、もうちょっとリエちゃんがなんか菌のことについて解明してくれるというかね。なんかすごい詳しい説明がね、ちょっと言ってみましょうか。皆さん、発酵と腐敗の違いって分かりますかね。腐ってるか発酵してるか知ってる人。別に間違ってもいいじゃん。もう思ったことが正解です。はい、手挙げてください。例えばでも自分で味噌仕込むじゃないですか。で、作ったものがこれ腐ってんのかな、食べる発酵してんのかなっていう見極めって皆さんどうやってます。すごい匂い、あ、いいですね、匂い一つありますよね。あと、自分で食べてみたりとかしますよね。結局そこには賞味期限も書いてなければ品質表示もないんで、自分の舌と鼻と、第六感みたいな感覚で判断するしかないんですよね。で、科学的にもというか定義的にも発酵と腐敗の違いって、食べて人間がお腹痛くなるかならないかに、人体に害があるかないかっていう、それだけなんですよ。もともとは微生物の活動営みの結果でしかなくて、それを人間基準で判断してるんですね。で、ただ人によって個人差があるんで、もう厳密にはもう自分しかわからない世界なん
なんですよ。私が食べてお腹壊さなかったけど、もしかしてあなたはお腹を壊しちゃうかもしれませんねみたいなことって、手作りのものだと起こり得ますよね。で、そういうことを自分で判断していけるようになるっていうのが一つ311からを生きる知恵だと思うんですよ。菌と自分で遊べる、菌と対話しながら食生活見直せるとか、自分の体良くしていけるっていうふうに思うんですけど、どうですかね。あのひょっとしたらですけど、まだこの後に及んで菌が汚いとか思ってる人いないでしょうね。あの除菌とかダメっすよ、あれ。あの抗菌なんちゃらとかね、菌殺してるってことはもう自分の首を絞めてるのと同じなんで、まずそこをちょっとねクラッシュしてください。さっきね、あのいや、それが別にうんこだとしても、これ半分以上微生物ですから、もともとさっきまで体の中に入ってたものなんで、いやこれ違いますけど違いますけど、ね、その辺の意識を、ひょっとしたら土が汚いとかね、思い込まされてることもいっぱいあると思うんですよね。なんかもうほら、もう消毒天国じゃないですか日本。こんなバカなことやってるの日本だけですよ、本当に。だからお腹すぐ壊したりねしちゃうんですよ。もうちょっとね、あの自分で、さっきもどぶろくワークの時も、もう手洗わないでいいです、もう自分の常在菌入れ込んでください、殺菌なんかしないでくださいって言いながらやりました。で、腐ったことないです、どぶろくが。はい、どうでしょう。どぶろくもそうですし、あとまあお味噌もそうですし、もし自分でパンこねる人がいたら、天然酵母って、まあ、その辺にふわふわ飛んでいる酵母菌を取り込んでパンを膨らませてるってことなんで、もう本当に私たちの生活の中ってすごく菌に助けられてるっていうか、菌に生かされてることたくさんあるんですよね。今食品のことを挙げたんですけど、例えば藍染めの、今日ね、これも藍染め、藍染めの手ぬぐい使ってる人とかエプロン使ってる人とかいるかもしれないんですけど、藍もあの深い色が出るためには発酵させて、細胞を壊して色素を出してあげるようにしてあげなきゃいけないんですよ。だし、もともと日本の伝統的な家屋の土壁も、あれは土と藁をこう練り込んで、藁が発酵することでその繊維で粘りが出るようにしているんですね。で、生活の中に菌と共に生きる、菌を生かして生きるっていうのが私たちの元々の本来のあるべき姿っていうか、生活スタイルだと思います。そうですね、まあ、どぶろくの話で続いちゃうんですけど、あのどぶろくは本当つい最近まで作ってたんですよね。で、それが、まあ、軍費として税金欲しいがために、それに酒税っていうのをかけて、で、まあ、当時の軍費の3分の1が税金で賄われてたっていう、あの時期あります。まあ、それはもう時代でしょうがないのかもしれないけど、今も全然酒税なんか 0.0 何パーセントっていう時代で、それをなんでわざわざそこからまだあの酒税なんか残してるかっていうのは、本当は生きたどぶろくとかね、お酒をこう飲んでほしくないと、みんな、ひょっとしたらね、健康になったら困る人たちがいるんじゃないかということなわけです。医療費知ってますか、今皆さん年間どのぐらいつぎ込まれてるか。34兆円ですよ。国家予算知ってますか皆さん。ね、税金で納めて、で足んなくて、で100兆円近い、ね、国家予算で使われて、もう医療費だけで何それって。本当だからね、どぶろく、まあ、どぶろくでも、お味噌でも、ね、そうやって自分たちで手作りして体にも取り込んで病気なんかしなければ、その全然かかんないですね。それが本当実は政治の力であっという間に封印されてしまうこともあるんです、どぶろくみたいに。今日もあの麹屋のてっちゃんとかね、麹持ってきてくれてますけど、ひょっとしたらですけど麹禁止令とか出るかもしれないですよ。いや笑ってる場合じゃなくて、ちょっと前までね、犬が歩いたらへへーの世界とかあったわけでしょ、ね、そこで歩いて、あ、そこで走ってる子、ね、走ったら打ち首とかあるわけですよ、ひょっとしたら政治が変われば。うん、あの政治ってそんなもんなんです。その時の、ね、トップが勝手に決めちゃうことっていっぱいあるんですね。食もそうです。お塩だって最近まで、ね、自然肝炎なんか流通できなかったんですからね。
発酵食もひょっとしたらそういう風な時代になってくるかもしれないですね。俺食べた、うん、はい、まさに本当にその通りだと思うんですけど、まあまあ、一応311からを生きるうちっていうこのテーマで話をすると、今政治の話があったと思うんですけど、今世の中のからくりって 1% の人に富が集中するようにできてるんですよ。でその話あまりマスメディアでは取り扱われないけど、まあ、インターネットとか SNS とか使ってる人はもしかして失礼に知ってる人もいるかもしれないんだけれども、でそういう風になっちゃってるからくりがすでに分かってるにもかかわらず、なんでそこから抜け出せないかっていうと、やっぱり何かこう不安とか恐怖を煽られていて、お金がなくなったらどうしようとか、電気使えなくなったらどうしようとか、何か困るんじゃないかって、起きてもいないことに対してすごい不安ばっかりが増殖するようにできちゃってるんですよね。でもじゃあどうしたらいいのかなって言うと、じゃあ自分で安心作ればいいじゃんって、もうそれに尽きると思うんです。でそれが自分で例えばドブロク作って自分でお酒作れるようになることかもしれないし、仲間と協力してお米作ることかもしれないし、ソーラーパネルとか自分で電気の作り方を学んで、いざっていう時の予備バッテリーじゃあ持ってます、電気なくても1日ぐらいなんとかなりますっていう風に自分の生活組み立て変えていくことだと思うんですよ。でそのための、まあ、今ここに集まってくれてるみんなそれぞれの特技があったりとか、新しい人たちとつながったりとかっていう機会の、まあ、この お祭りなのかなって今日は思ってきてますですね、はい、先走りましたか、大丈夫、はい、そうですね、どぶろくの話ばっかになったあれなんですけど、さっきあの辺で去年初めて梅干し作って持ってきたんです、でも瓶落として割れちゃったんですっていう、あのゆみちゃんっていうあの面白い、ママさんがいたんですけどね、そうやって梅干しとかってもう超簡単に作れるわけですよね。皆さん作った経験もあると思うんですけれども、でまあ、お金出せばいくらでも物が買える今のところは時代かもしれないけれども、もうちょっと政治状況変わったらあっという間にこの自給率30何パーセントの国っていうのは食料足んなくなるんですよね。その中で日本の保存食とかその辺の知恵はすごくこれから生きてくると思うんです。で向こうでも切り干し大根ネックレスとか超ご機嫌な、ね、ことやってるブースの人たちもいたし、非常食にもなるし、いざとなったらみたいなね、もう乾物とか漬物とか本当そういう知恵はもう本当超微生物の世界とか日本の気候風土を肌で感じられるようになればもうすごく生み出せるんで、なんか簡単に買うよりはもうちょっとそういうところに知恵を使って、でなんかねお味噌の交換会とか、うちもどぶろくを実際何人かで仕込んで、それぞれが持ち帰って10日後ぐらいに集まってまたそれで飲み会やるんですよ。でそれぞれの環境で全然違う味になってたり、そこでまたこうね知恵の共有ができたりするんで、ま、そういうなんかねお味噌とかこうね交換会もありだし、なんかそういうのをすごい楽しんでやっていければ下手にお金も使わないで、でじゃあいよいよなんかねこの大豆どこでできてるんだろうっていうことになるとね、また TPP の話にもなってくるかもしれないけど、大豆って作れるのみたいなノリで作ったら超簡単にできちゃったしみたいなね、1キロ作れば1キロなんて本当畳2枚ぐらいできちゃうんで、それでね4キロの味噌できちゃったりするんで、なんかもうそういうことに多分もうシフトしていくで楽しんでいくっていうことが、まあ本当知恵の共有というか生き抜く知恵なんじゃないかなって、僕は思います。はい、そうですね、結局実際に手を動かしてみると楽しいんですよね。でもしそれが、まあ、手間ばっかりかかって、もうちょっと大変じゃんってなるっていう予測を立ってでやらない人がいるかもしれないけど、実際にやってみると、みんな作ると味が違うの、既製品と同じにならないんだみたいな、場合によってはなんかどぶろく通り越してお酢になっちゃったみたいな、お酢までできちゃうんだみたいな、なんか新しい発見があったりとか、発酵って一定じゃないから環境ごとに違うし作る人によっても違うし、でそういう変化を楽しむとか違うことを楽しむみたいな、そういうマインドになってくると、もしかすると隣の人と自分が違うことも楽しいかもしれないし、子供の育て方とかも変わってくるかもしれないし、いろんなことにもうマインドのレベルで応用が効くと思うんですよね。
区です。そうそうそう、大豆作ってもね、同じ日に撒いたって同じ地域で作ったって全然違うんですよね、生き方がね。土の状態もそうだし、その人の思いもあるかもしれないし、でまあなんかちょっと TPP の話も出たんで、ついでに TPP と選挙じゃないですけど、やっぱりね、発酵食作ろうと思ったらやっぱり材料がすごい大事なんですよね。お味噌がなんで体にいって、やっぱり塩のね効果もすごい高いと思うし、また塩をいつ取り上げられるか分かんないですよ、これ本当に注目しておかないと、ね、TPP が入ってきてね、自然なんか日本の肝炎とかでそんな流通しちゃダメだって言ったらもうアウトですからね、うん、やっぱり自分たちでね、手作り楽しむってことはやっぱりね、その材料原料の確保っていうか、そこをちゃんとキープしておかないと足元すくわれてしまいますね。なんかやっぱりお金使わないでもうコミュニティだでイエーイとか言っても、もうこの種まいちゃダメっていう話になってくるんで、ね、遺伝子組み換えの種しか使っちゃいけませんよって話になってくるんで、やっぱ発酵食考えたらそこにちゃんとフォーカスしていかないと自分たちの体を守れないと思うんですよ。うん、どうでしょう。はい、もうまさにその通りで、 TPP とかもう戦争とか金融のグローバリズムとか、なんかそういう私たちのコントロール外のところでなんか大きな波みたいのに負けそうになっちゃうことってあるんですよね。もうどうにもならないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、でも私たち無力なわけじゃなくて微力なだけなんで、圧倒的なマスなんですよ。私たちの方が人数は圧倒的に多いんで、生活者ですから。で、どんな世界で生きていきたいのか、どういうふうに暮らしていきたいのかっていうのをイマジンして、でそれをみんなの声にして実際に届けていく、実現していくためにアクションを起こしていくっていうことがすごく大切になってくると思います。なっているんですよね。ですね、はい、はい、あのすごくこれからね、もう13日はなんだ TPP がどうとかって言ってますし、また税金の話とかも出てくると思うんですけど、日本人お金持ってますからね、本当にあの借金だらけって脅かすかもしれないけど、未来の子供にね、どうやって付け回すんだみたいな話になってくるかもしれないけど、全然メスを入れてない特別会計っていうのも300兆円あってね、そこを何にも手付けないで 99% の人からね吸い上げようっていう構造が今ですから、本当にね、メディアとか、まあ、政治家の話とかね、鵜呑みにはしないで自分でやっぱり調べて、で自分たちの身を守ること、ね、子どもたちの未来を守ることにつなげていってほしいな。自分もあのこれからまだまだ勉強することもいっぱいだし、自分の体で感じていかなきゃいけないこともいっぱいあると思います。で、ね、この湘南地域で、あそこに今イマジン自給道場っていうのも出てるけど、本当においしいお米取れたりできるんですよ。大豆も取れたりね。でこんなお祭りもできちゃうわけですし、ね、エネルギー作ってるブースだって出たりね、まさにイマジン、こういうなんかね地域にしていきたいなっていうのが、今日はすごい目の前でいいお天気の、ね、下で表現できてるなっていうのが、素晴らしいお祭りじゃないかなと。なんかお祭りの締めの言葉みたいになっちゃったけどどうでしょう、ひえちゃん、あのラストにどうすか。私でもさっきあの3時ちょっと前ぐらいに、あの午前中予定があって3時ちょっと過ぎぐらいにここにたどり着いたんですけど、あ、湘南地域にも、あ、こういうコミュニティ生き生きあるんだなっていうのをなんか改めて感じたっていうか、動きたい人、動ける人っていうのがたくさんいるんだなっていうのをすごく感じたんですよね。なんかこう家で一人で考えている時とか、こう悶々としちゃうことあると思うんですけど、そういう自分でどうしようもないって思うことも誰かと共有したりとか、一緒に一歩踏み出すとかっていうことで変わることってたくさんあると思うんです。だからぜひ諦めないでほしいっていうか、何か思いついたことを行動に起こすっていうことに対してもっと積極的になってほしいなっていうふうに思います。はい、あのもちろん時間なんですけども、発酵食と選挙結びつきましたかあのお味噌と選挙、うんこと選挙、みんな結びつきましたか。これあの全然あの関係ないような話なんだけれども、ちゃんと根っこでつながってるので、自分の大好きなものを、大好きな人を守りたかったら、やっぱり選挙に行きましょうって僕は本当に、言いたいということで締めさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。では、ここのトークステージでのイベントは最後になります。国語順平さんに、歌ってもらう中で、今野清志郎さんのバージョンのイマジンもみんなで合唱する時間があります。